隕石じゃねえぞ。やはりこの星の奴らは生きていたか、カカロットの奴め。いや、何者だおめえ。戦闘力たったの5か、ゴミめ。動くんじゃねえ。うわ、らっしゃい。毎度。こんにちは。それでは。
よう。はははこんにちは。大きな町に来るとドキドキするな。よっと。そんな！やらせないぞ！到着。ナメック星に到着しました。早く三人を探さねえと。生きてるよ、クリリン。ご飯、ブルマ。と一緒だ。ドラゴンボールを7個揃えし者よ。さあ、願いを言うがいい。どんな願いも可能な限り3つだけ叶えてやろう。すげえ。さすが本場のジェンロン、気前がいいや。早く願いを、フリーザやベジータが。ああ。まず、サイヤ人に殺された地球のみんなを生き返らせてください。バンダプルラ、ルテミラル、ファンパリス、プメレットヘロ、ルンチェロ、イタシコンチパ、ポンテロルピチェ。それは叶わぬ願いだ。あのチビのサイヤ人も、この星もろとも消せば、この世からサイヤ人は消えてなくなる。所詮スーパーサイヤ人というのは夢物語だったな。太陽じゃない。なんだ。マリタ。
お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。なんだあれは。まさかエネルギーの塊。貴様が。もうダメだ。今元気玉使っても避けられちまう。それにまだフリーザを倒せるほどの玉じゃ。騙し討ちをするつもりだったか。情けないやつめ。だがせっかくの苦肉の策も無駄になってしまったな。消えろ。ピッコロ、さっさと元気玉とやろう。完成させちまえ。すまねえ。こいつもこいつもこそこそと鬱陶しいハイドモが。あんなところにも。全く人をイライラさせるのがうまい奴らだ。もうここまでだ。この星もろとも貴様らをゴミにして。生き残らず生かしては解散ぞ。クリーン、やめろ。フリーザー、ゴク、叶えてやろう。さあ、願いを言え。
どんな願いも叶えてやろう。さあ、願いを言え。およそ1年半余りの時が過ぎた。孫悟空は未だ地球には戻ってきていなかったが、地球には平穏な時間が流れていた。しかしその平穏も破られようとしていた。地球に近づく邪悪な気配によって、ここまで力を上げていたとは。とんでもない誤算だ。帰るしかない。研究所に。本来の歴史では俺たちは全滅させられるはずだったが、未来は変わってしまうようだな。ん？やっほー！今だ！貴様らには絶対に勝ち目はない。17号と18号が今に貴様らを殺しに来るぞ。何？にゃー！母さん！トランクスだと？俺のガキと同じ名前だ。未来から来た。そうか。大丈夫でしたか？お前、あの時の、わざわざ来てくれたのか？はい。あなたたちの応援をしようと思って。しかし、奴は一体。ちっ、あの人形野郎、煙に紛れて逃げやがったか。くそ。なぜ奥さんや子供を助けようとしなかったんですか？くだらん。俺はそんなことに興味がないんだ。ん？の。よう。確かに逃げた方が良さそうだね。一人でうまく逃げてくれ。俺はセルを破壊する。何すんだよ16号。やめなよ、殺されるって。
お前たちはいいやつだ。人間も動物もいたずらに命を奪わなかった。一緒に旅ができて楽しかった。強かったのか、16号のやつ。まだだ。今すぐ急いで逃げろ。やつはまだ死んでいない。冗談じゃない。人明かさずに逃げて、この俺の手でとどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。しまった。Thank you.
どんな願いも叶えてやろう。さあ、願いを言え。よって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかしその平和にもすっかり慣れてしまうと、人間とはそういうものだ。なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。へえ、驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそ。なんだてめえは。私はん、悪は絶対許せない、正義の味方。グレートサイヤマンだ。あっちへ決まった。ゆうべ2時間も練習したもんね。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる、やっぱり。こんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、畜生、蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。
悪いな。当然だろう。あの、ああ。やれやれ。いや。ああ。いいぜ。この俺が負けた。いいえ、ミラ。あなたはまだ完全じゃないだけ。もっとたくさんのエネルギーが必要ね。ち、もっと、もっともっとエネルギーを吸収せねば。いいことを思いついたわ。別の歴史に行きましょう。さらなるエネルギーを取り込めるはずよ。ここでやることは終わった。でもあなたたちまだ遊び足りないでしょ。私の作品たちは残しておくから、存分に遊んであげてね。それじゃあね。